マイク OK、はい、ベルト OK ね、はい、ズボン OK、 靴 OK、 はい、今日もいいね。毎度、伊達店です。どうも、マッキーです。お疲れさん、今日はあのマッキーの1日密着ということで撮らせていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。嫌だな。いやいや、今回は特別にどうぞ撮ってください。はい、じゃあ VTR どうぞお楽しみに。おはようございます。おはようございます。今日一日密着させていただきますんでよろしくお願いします。え、今日でしたっけ。今日です、今日。わかりました。ちょっと着替えてくるんで少々お待ちください。はい、今から勤務開始です。マッキー今日15時入りでしたけど、社員さんはみんな15時入りなんですかね。9時から18時と、15時から24時の勤務があります。で、今日は15時から24時の勤務なので、これから開始していきます。なるほど、ありがとうございます。で、今から打ち合わせしていきたいと思います。打ち合わせって何されるんですか。スタッフの勤務状況や自分の行っている仕事の内容、あと今日やらないといけない仕事の内容を打ち合わせしていきたいと思います。なるほど、よろしくお願いします。はい、おはようございます。はい、じゃあ今からホール業務に入ります。スタッフの休憩回しや、まあ、お客さんが楽しんでいただけるように仕事していきます。では行ってくる。お疲れ様です。お疲れ様です。マッキーこれから、今5時前ですけど何されるんですか。はい、今から朝の勤務と夜の勤務が入れ替わるんで、朝礼をやっていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。はい、じゃあ身だしなみ確認していくね。はい、髪の毛 OK、はい、マイク OK、はい、ベルト OK ね、はい、ズボン OK、靴 OK。はい、今日もいいね。はい、髪の毛 OK ね、はい、マイク OK ね、はい、靴下 OK ね、靴 OK、 はい OK。 じゃあ今日はお客さん多いので、しっかりとランプ呼ばれたらダッシュで行ってください。で、必ず待たせないように、待たせた場合はお待たせいたしましたって言って接客するようにしてください。はい、あとスロットの交換の時は次入れ替えあるので、その告知をお願いします。以上です。ではいってらっしゃい。槙原さん、朝礼お疲れ様です。お疲れ様です。今事務所来てますけど、はい、これから何かされるんですか。景品の発注の打ち合わせをしたいと思います。景品の発注の打ち合わせ何するんですか。まあ、商品の不足分ないかとか、賞味期限切れてないかとか確認と、あと発注をする打ち合わせですね。はい、打ち合わせ前にすいませんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。今から何ですか。今から休憩ですね。ご飯です。あ、はい、今からご飯ですか。はい、お願いします。今から統計いきたいと思います。統計って何されるんですか。他の総合店さんの、お客様の人数を取りに行きます。では行ってきます。いってらっしゃい。お疲れなさい。お疲れなさい。はい、これから
あの統計をパソコンで打ち込んでいきたいと思います。その後はホール業務になります。以上です。お疲れ様です。お疲れ様です。もうすぐ閉店ですけれども、はい、今何されてるんですか？あ、これからもう閉店なんで、閉店後の販促物の準備をしていきたいと思います。これが結構忙しくて。あら、じゃあ、販促物の変更があるんで、それをやっていきたいと思います。じゃあ早速変えていきたいと思います。はい、今販促物設置終わったので、次はグリーンスタッフさんが掃除をやってくれたので、それの確認をしていきます。はい、大丈夫です。お疲れ様です。やっと長かった一日終わりですかね。終わりです。これから店長に報告して帰りたいと思います。失礼します。あ、掃除と販促物終わりましたんで。お疲れちゃん。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。これで一日無着を終了させていただきますんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後、なんか動画を見てる皆さんに一言お願いします。次の動画も見てください。お願いします。では、じゃあ、動画を最後まで見てくれてありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあな。